マーキュリー・レッドストーン2号は、アメリカ初の有人宇宙飛行計画である、マーキュリー計画の中の、マーキュリー・レッドストーン発射機開発において行われた、最後から2番目の試験飛行である。チンパンジーのハムを乗せた、マーキュリー宇宙船5番機は1961年1月31日16時55分、アトック、フロリダ州、ケープカナベラル空軍基地のケープカナベラル空軍基地。 第5発射施設から発射され、16分39秒の弾道飛行をした後、大西洋上に着水した。この前に行われた、マーキュリー・レッドストーン1英語では最高高度 209km、距離 378km を飛行していたが、この軌道は角度が急すぎ、人間を登場させるにはあまりにも大きな加速度を与えるものだった。このため、 マーキュリー・レッドストーン2号では最高高度 185km、距離 467km という、より低い軌道の弾道飛行を行うことを計画していた。マーキュリー・レッドストーン2号発射前のハム・マーキュリー宇宙船5番機には、環境制御、姿勢安定制御、実際に使用される逆噴射ロケット、音声通信、閉回路発射中止検知、着水用エアバッグという、 以前の飛行にはない6つの新しい機構が搭載されていた。ニューメキシコ州ホロマン空軍基地でチンパンジーを飼育し訓練していた医療専門家と飼育員20名及び6匹のチンパンジーは1961年1月2日にフロリダ州ケープカナベラル空軍基地スカク農コの裏手にある宿営に移動した。6匹のチンパンジーは 宇宙船のシミュレーターで3週間訓練を受け、発射の前々比、オスのハムが第一候補に、メスのミニーがその補助要員に選ばれた。選抜は厳しいものだったが、候補の中ではハムが最も快活で愛嬌があった。元の名前は、アフリカのカメルーン出身の65番チンパンジーのチャンで、1959年7月9日に空軍が購入し、 発射時には3歳8ヶ月だった。ハムの名は、ホロマン航空宇宙医療センターの頭文字を取って、付けられた。1961年1月31日12時52分、アトック、ハムが宇宙船に積み込まれた。秒読みは、インバータの加熱と他の小さな問題により、ほぼ4時間遅れた。16時55分アトック、MR-2 が発射された。 1>, 1分後、発射角度が少なくとも一度高いまま上昇していることをコムが警告した。2分後、加速度が 17g に達するであろうことをコムが予告した。2分17秒後、ロケットエンジンへの酸化剤の供給が停止した。液体酸素の供給が停止した際、閉回路発射中止検知システムは、 エンジン燃焼室内の圧力が変化したことを感知したため緊急脱出用ロケットに点火し、回収部隊に命令の信号を送った。急角度で上昇し早い段階で脱出ロケットが作動したため、最高速度は予定の秒速1970メートルではなく2298メートルに達した。逆噴射ロケットは脱出の過程で、すでに投棄されていたため、 宇宙船の速度を落とすことは不可能だった。これらの要因により着水点は予定の場所を2 0 9トル飛び越してしまい、また最高高度は1 8 5トルのはずが2 5 3トルにまで達してしまった。発射から2分18秒後、船内の気圧が38クパから7キロパスカルに低下するというもう一つの問題が発生した。この不具合は、 後に空気取り入れ用シュノーケルのバルブが原因であることが突き止められた。発射時の振動でピンが緩んでバルブが深いになってしまったのだが、ハムは機密式の座席に座っていたため、船内の気圧が低下しても何ら影響を受けることはなかった。座席内の気圧は正常に保たれ、また温度も摂氏16度から摂氏26度の適温を維持していた。 急激な加速に脱出ロケットの推進が加わったため、速度は予定の時速七千八十一キロメートルを超え九千四百二十六キロに達し、また最高高度は七七十キロメートル高くなった。宇宙船は十六点五分間の飛行の後、発射場から六百七十九キロメートルの地点に着水した。無重力状態は四点九分間のはずが六点六分間になり、 ハムは予定よりもほとんど3ムも大きい1 4 7ムの加速度を体験した。ハムは与えられた命令をよくこなし、飛行中にレバーを約50回動かした。無重力状態での反応を撮影する搭載カメラは最高高度に到達する間、驚くほどの量の埃やゴミが船内を漂っているのを記録した。リンゴを受け取るハム宇宙船は、 東部標準時の午後12時12分に、回収部隊の視界の届かない場所に着水した。約12分後、機体から発せられる回収用の信号が初めて受信され、追跡すると、直近の回収船から約9 6トル離れていることが分かった。着水から27分後、消火機が大西洋上を漂う宇宙船を発見し、 海軍に対し最も近いところにいる空母にヘリコプターを向かわせるよう要請した。ヘリが到着した時には、機体は海面に横倒しになり水没しかかっていた。着水の衝撃でベリリウムの耐熱保護板が機体の底に激突し、タン性の圧力隔壁に2つの穴を開けていたので、ある。着水用エアバッグはひどく損傷し、熱保護板は回収される前に、 宇宙船から引きちぎられていた。機体がひっくり返った後、開いてしまったシュノーケルのバルブから少なからぬ量の海水が船内に侵入していて、18時52分や特区にヘリの乗員がやっとのことで宇宙船にフックを引っ掛け釣り上げた時には、およそ3 6 0キログラムの海水が船内に入り込んでいるものと推定された。宇宙船はヘリで回収船。 アセスドナーに運ばれ、甲板上に下ろされた。ハッチを開けるとハムは、元気な様子で、リンゴ1個とオレンジの半分をひったくるようにして、受け取った。飛行中に生じた、様々な問題により、マーキュリー・レッドストーンは人間を乗せるには、まだ不十分であることが分かったため、MR-3 の飛行は、発射機開発の最終試験である、マーキュリー・レッドストーン BD の飛行が終了するまで、 延期されることとなった。ハムは飛行終了後にワシントン DC の国立動物園に送られ、そこで17年を過ごし、1981年にはノースカロライナ州の動物園に関され他のチンパンジーと共に群れの中で生活した。1983年1月19日、26歳で死亡し、ニューメキシコ州アラモゴードのニューメキシコ宇宙歴史博物館に 多くの宇宙に行った動物たちのうちの一頭として葬られた。ハムの補助要員だったミニーは、マーキュリー計画で訓練されたチンパンジーの中では、唯一のメスだった。同計画における役割を終了した後は、空軍のチンパンジー繁殖計画の一環として9匹の子供を産み、群れのメンバーの他の子供を育てる手助けなどをしていた。最後に残った、 宇宙猿として1998年まで生き延び、同年3月14日に41歳で死んだ。MR-2 で使用されたマーキュリー宇宙船五番機は、現在はカリフォルニア州ロサンゼルスのカリフォルニア科学センターに展示されている。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含む。ありがとうございます。